オーストラリアが誇る世界遺産、キュランダ。一面に広がるまばゆいばかりの緑。1億年以上前から続く世界最古の熱帯雨林。そのキュランダとオーストラリア北の玄関口ケアンズを結ぶのがキュランダ鉄道。100年を超える歴史を持つレトロな列車に揺られながら壮大な大自然の中を進む至福の時間。車両は木製、車窓からは熱帯雨林や渓谷、滝などを眺めることができる。雨が降り始める。霧が立ち込めて鮮やかな緑がくすんだ色に変わっていく。少し残念だが、霧に覆われた世界遺産も幻想的で悪くないと思ったその時、奇跡は起きた。虹だ。緑の中にかけられた七色の虹の橋。晴れていたら決して見られなかった絶景が今ここにある。これぞまさにリアル。作られたものではなく本物の自然。オーストラリア、キュランダで本物を見た。